こんばんは、幕末宗男チャンネルでございます。今日はね、日帰りで箱根行ってきました。東京出たのが車で行ったもんですから10時くらいに出て、でもさすがね、やっぱりこの台風の影響っていうんですかね、車の数は少なかったですね。もう東名なんかもほとんどもう渋滞なく、スムーズでしたね。ただやっぱりね、非常にこう天候が不順で、どのあたりかな、東名の横浜町あたりだったかな、あの辺の時もすごい雨だったよね。もう本当に強力な雨で、いやー、このままずっと雨降ったらやばいなと思ったんですけど、まあそんなに長く続かなくてね、だんだん、曇りになってきて、まあ芝刺すことはなかったんですけど、それからとね、厚木から小田原厚木、小田原厚木道路も順調でしたね。ただあそこはね、とにかく覆面パトカーがたくさんいるんでね、やっぱりスピードはね、注意しないと100キロ以上になっちゃうとね、本当にやられちゃうからね。だからだいたい制限あれが70キロだから、まあ90キロくらい、95キロくらいまでは大丈夫かな。まあそんなことで注意しながら、でも2時間くらいで箱根着いちゃったかな。それでさすがね、今日はこんな天気だから、まあカフェも ほとんどお客さんが来ないんじゃないかなと今日も思ったんですけど、いや、ぼちぼちね、お見いただいて、結局7人くらい、来られましたね。まあただね、やっぱり登山電車なんかも非常にこう空いてて、まあ人自体は少なかったね。まあそれでまあちょっとね、用事があったもんですから、ただ夕方何時くらいかな、5時半くらいかな、箱根出発して、で帰りもね、ほとんど、渋滞がなくて、まあ順調に東京へ戻ってまいりました。ただやっぱりね、こうまあね、渋滞がな、ね、ないっつっても、やっぱり行ったり来たりすると、やっぱりこうなんか体力的には疲れますよね。それからよくね、こう出張でね、新幹線に乗ったり飛行機に乗ったりして、ね、その時は何でもないんだけど、やっぱり 2,3 日経つとね、この疲れがこう出てくるっていうのかな。だからまあできるだけ、まあ睡眠ですね、睡眠をとって、やっぱりコンディションをね、やっぱりいい形に、いい具合にしておかないと、なかなかね、やっぱり年齢的にももう決してね、若くないんで、やっぱり、注意しながらやっていきたいなと思ってます。まあ、明日はまた月曜日ですけど、明日からまた1週間いろいろありますけども、まあ、のんびりとやっていこうかなと思っております。またよろしくお願いいたします。